県の木敏弘は、日本の政治家、文部官僚。参議院議員、文部大臣。1977年区一等局日、大受賞受賞。福岡県田川郡大東村に、開業医、県の木元孝の長男として生まれる。豊津中学、第五高等学校を経て、1927年、東京帝国大学法学部を卒業。 二年後の1929年、文部省に入省する。香川県学務課長、本省教学局思想課長、専門教育局大学教育課長などを務め、戦後の1947年、学校教育局次長となり、6.33.4、制度入に伴う法整備や予算確保に尽力する。その後大学学術局長。 文部事務次官を経て、1951年、周囲の推しにより、福岡県知事選に出馬するも、落選、首相、吉田茂の計らいにより、内閣官房副長官に就任する。官房副長官時代の功績として、戸籍届でにおける、漢字制限の存続がある。戦後国語改革の一環として、新政治の戸籍届でにおいて、 東洋漢字以外は受け付けないことになったが、命名権は基本的人権であり、漢字制限は憲法違反であるとして、制限を事実上撤廃する戸籍法の一部改め法案が可決されようとしていた。1951年6月5日、衆議院本会議の開会直前、博式は自由党国会対策委員長の小沢、佐伯に直談判し、 私の下の名前が読めますか生まれてから今日まで誰からも一度も正確に読んでもらったことはありません。親は自分の子供だからと言って人から読まれない名前を勝手につけてよいのでしょうかと訴えた。説得はこうを奏し結局法案採決は取り留めとなったという。くしくも訴えられた小沢にも小沢佐栄と読めないことに関するエピソードが存在する。 1952年、岡野清秀文章の下で、再び文部事務次官に就任。翌1953年、第3回参議院議員通常選挙に、福岡選挙区から自由党公認で立候補し当選。以後連続4回当選。保守合同後は小型廃止派公の派に所属する。1966年、第1次佐藤第3次改造内閣にて、 文部大臣として入閣。1977年、政界を引退後は、福岡県立美術館長、共立女子大学学長などを歴任。1992年11月29日、呼吸不全のため死亡。去年92。ありがとうございます。